リチャード・エス・ファルド・ジュニアリチャード・セベリン・ファルド・ジュニアはリーマン・ブラザーズ・ホールディングズとリーマン・ブラザーズの CEO 及び会長。ニューヨーク州ニューヨーク市生まれ。ユダヤ系アメリカ人。父リチャード・セベリン・ファルドと母エリザベスにより1946年にニューヨークで生まれる。コロラド大学ボルダー校で1969年に BS を取得し、 ニューヨーク大学経営大学院で1973年に MBA を取得する。1993年から2007年の間に5億ドルの給与を受け取ったとして批判にさらされており、アメリカ合衆国議会で審議された金融安定化法案でも報酬の制限が議論されるほどの問題となった。しかしファルドは経営責任などを問う公聴会で 報酬の大半は自社株式であり、現金は6000万ドルしか受け取っていないと回答している。ありがとうございます。